お散歩動画です。今日は豪徳寺というお寺に行ってきました。招き猫で有名なんですよね。小田急線の豪徳寺駅からのスタートです。そんなわけで豪徳寺駅からもうこう書いてあります、こっちですってね。駅を背にして左に曲がってまっすぐ行くわけ、延々と歩いていくわけですよ。ここから約1キロ弱ですね。でちょっとこの街の雰囲気とかも味わいながらね、そんなに全体的にね、行きと帰りで歩いた中で私の印象として残っているのは、この豪徳寺という街はねとにかく静かだった。でここは少し駅のすぐそばだし商店街みたいになっているからなんかとても賑やかそうに思うかもしれませんけれども、このこういうような場所でさえね少し静かなんですよ。だからまあその町のなんていう土地柄みたいなものもあるんだと思うんですけど、これ一歩ね入って住宅地に入っても驚くぐらい静かでしたね。行きも帰りも人はいた、人はいるんですよ。子供たちもいたし、なんか保育園の子供たちみたいな子も見かけたし、いたんだけどとにかく静かなの。だから静かに住みたいと思っている人にはこの豪徳寺という町はさもってこいなのかもしれないななんて思いながらね歩きましたね。でそんなこんなであっという間ですね、1キロ弱ですから豪徳寺に到着です。ここはね東門だったかな、ここからは入れないって書いてあるんですよ。で表の方にあと100メートルぐらい頑張って歩いて表の方に回ってくださいっていう風にね書いてあったので、ああなるほどと、そうですかということで私もね気を取り直してもう一度歩く。でこの柵の向こうが豪徳寺さんなんですよね。でずっとぐるーっと回っていくわけ、静かなんですよ。もうこうどこを歩いても静かで、いやこの豪徳寺という町は本当に静か。皆さん知ってました？まあ世田谷だからね静かなんだろうけれども、ここに来るまでも住宅地の中は本当に大きなお家がいくつもあってね、閑静な住宅街っていう感じでした。まさにね、ねえもうほらね静かでしょ。なんだか私もドキドキしてるんですよ。人がいないし音はしないしで大丈夫かななんて思いながら歩いてるんだけど、なんかこう町の人はどこ行ったみたいな、町の人はあ自分がいたみたいなねそうちゃんと私が歩いてますよ。だからこれいつもね姿が見えない、歩いてるだけの動画でも姿が見えないから、皆さんがねもしかしたら先生じゃないんじゃないかなと思ってるといけないと思ってさっきねちょっと見せときました。さあ豪徳寺さんですね。1633年に世田谷が彦根藩の所領地となった時に、1480年にねすでに建立されていた高徳院というところをね彦根藩の主である井伊家が江戸菩提寺として定めたそうです。その後1659年二代藩主の、井伊直孝の法号であるところの、これなんて読むのかな、すごく難しい漢字をさ、まあ、ちょっと調べてみてください自分たちで、にそれにちなんでね豪徳寺と改称されたそうです。豪徳天英大医師って書いてあるからね。で大名の、まあ、お墓ですからね、それにふさわしい伽藍を整えて現在に至っているそうです。江戸時代の大名墓所の形態をよく保存して周辺では最大規模の国指定史跡となっておりますから、ぜひね世田谷に お出かけになった際にはお時間あるようでしたら豪徳寺さん寄ってみていかがですかね。でその見どころについてですけどね、いろいろこうもう番号も振ってあるし、ネット見ながら歩かれるとすぐ分かると思います。井伊家の墓があったり、仏殿があります、開祖堂、地蔵堂、宝堂、三重の塔、それから鐘がありますね、そして三門もあります、正福殿ですね、それから石門、赤い門ですね、納骨堂もあるし茶室もあって書院もあって、で名宝の文化財、ずらっとねだるまの掛け軸、井伊家の肖像画、十六羅漢とか、地蔵菩薩とか、宝堂御本尊、
地蔵菩薩立像井伊直忠直助か肖像画三重の塔のご本尊とかね、もうずらっとありますのでね、拝観時間は朝6時からですね。あ、これは季節を問わずね。で3月までが3月から6時まで空いてるんですよ。で9月以降は5時までだから、今5時までしか空いてません。で住所はね、世田谷区の豪徳寺2丁目ですね。だからもう本当駅からもうすぐです。本当1キロ弱だから、ぜひこんな面白いところあんまりないかもしれないからね、楽しみながら歩いててもらいたいと思います。たくさんの人がね、平日にもかかわらずいらしてましたね。でなんだっけ、私が行った時には撮影してる人たちもいてね、プロのカメラマンだったと思うんですけど、やっぱり猫ちゃんがずらーりと並んでいるので、プロの方もそれは撮影に来ますわね。いやいや楽しかったですね。でそのプロの方がね、せっかくお仕事でいらしてるからさ、撮影邪魔になっちゃいけないってことで、私も気遣いながら気遣いながらね、そういう可愛いところがあるわけですよ。でも招き猫の由来なんですけどね、始まりは一匹の猫が鷹狩り帰りの殿様を寺へ招いたことから始まっているそうです。ある日この地を通りかかった鷹狩り帰りの殿様がお寺の門前にいた猫に手招きされ立ち寄ることに。寺で過ごしていると突然雷が鳴り雨が降り始めました。雷雨を避けられた上に和尚との話も楽しめた殿様はその幸運に痛く感動したそうです。これが彦根藩主の井伊直孝でした。豪徳寺は直孝に支援され1633年に再興するというわけですね。でその後豪徳寺では福を招いた猫を招き猫と呼び、お祭りする招福殿が建てられました。招福殿には家内安全、商売繁盛、開運、祥運を願うたくさんの参拝者が訪れていますとね。いっぱい猫ちゃんいましたよ。まあ猫ちゃんが好きな方もそうでない方もね、それだけじゃなくて江戸時代に建てられたお寺だっていうこともあってね、それお寺を見るだけでも一見の価値ありますし、やっぱ招き猫の数が尋常じゃないですからねぜひぜひ参拝時間よくチェックなさってお出かけくださいませ。さてさて、豪徳寺を出て私が向かったのは、豪徳寺を出まして歩いておりますとね、滝坂道という古道を見つけました。地域風景資産になっている滝坂道です。ここは江戸時代に甲州街道が開設される以前、江戸と府中を結ぶ街道だったそうですね。え、おつなものがありましたよ。ぜひ皆さんもね、あ、滝坂道ねと、以前はここをね江戸と府中を結んでここでね行ったり来たり商人たちがしていたのかななんて思いながら歩いてもらえるのも、また豪徳寺、お散歩にプラスアルファでね、ちょっと面白いんじゃないでしょうか。そんなわけで今日は豪徳寺と滝坂道、2つね、贅沢なお散歩してまいりました。招き猫ね、猫ちゃんが好きな方だったらとっても面白いと思います。ぜひね楽しんでみてください。この動画中に利用しましたのは豪徳寺さんのホームページから、お写真などは全部お借りしております。豪徳寺さんのなんだっけ、アドレスなどね全部概要欄に貼り付けておこうと思いますので、ぜひ皆様もお楽しみください。それではまた次回のお散歩で。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。